マジでクズみたいな練習ばっかりなんですよ。もうゴードンがね、壊れて説教されてるのが心の底から嬉しい、このクズのシーンですよね。この時、あの、イギリスの格差社会をですね、子供たちにこれでもかと見せつけるですね、素晴らしい、イギリス人の演出。す可愛い,いけどちょっと怖い、機関車トーマス初級講座。今回はですね、第3話ですね、出てこいヘンリーの、ま、本編からエンディングまで全部を話します。出てこいヘンリーの主役はですね、ヘンリーくんですね。 えー、ヘンリーくんです。えー、大型テンダー機関車のヘンリーくんです。ちょっとね、あの、ヘンリーくん僕持ってなかったんでですね、プラレールの、まあ、同じ大型のテンダー機関車のゴードンを持ってきました。テンダー機関車というのは何かっていうと、この石炭と水の燃料を後ろのテンダーっていうですね、あの、炭水車っていうので引っ張ってる。この形式のものを、えー、テンダー車っていうんですね。で、それに対して、トーマス。この機関車トーマス君はですね、えー、タンクし あの、タンク車って言います。つまり、もうこの本体の中に、まあ、ここに石炭載せたりですね、水入れたりですね、全部この中にオールインワンで入ってるから、こういうのをタンク車って言うんですね。 軸配置の話とかってあるから言ってるけど、まあいいか。このゴードンはなんかね、462形式って言うそうですね。つまり前輪が4枚あって、で、真ん中の駆動輪が6枚。これ左右にあるから倍になるんですね。えー、6枚あって、ここに2枚あるので、えー、462形式とかいろいろ言うみたいですけど、まあ、ここら辺は置いときましょう。えー、で、ヘンリーはですね、緑色のですね、あの、綺麗な機関車で、自分のですね、あの、美しさが自慢です。 えー、と言ってもですね、あの、これヘンリーだけじゃないんですよ。あの、このシリーズに出てくる機関車はですね、もうトーマスからパーシーからゴードンに至るまで、ほぼ全員が自分の色と姿をですね、もう自慢するし、他の機関車は馬鹿にして、いや、赤なんか機関車の色じゃないとか、青は違うとか、緑が一番美しい、いやいや、青だとかですね、もうそんな喧嘩ばっかりしてるんですよ。で、他の機関車は馬鹿にしてからかうし、自分がからかわれると本気で仕返しする、するし、もうその仕返し忘れないし、 もう地味な労働を嫌がる代わりに人からは褒めて認めてもらいたいというですね、マジでクズみたいな連中ばっかりなんですよ。これあの、子供番組ですから、ここを押さえといてください。機機関関車車トーマスに出てくる機関車は ほぼ全員が人格的にはクズなんですよね。で、なんでそれが見れるのかっていうと、もちろんそのクズみたいな機関車よりもっとダメな貨車とか、もっと頼りにならない人間っていうのがいるから機関車トーマスというのは成立してるんですけど、基本的には全員クズですね。ある雨の日、えー、といってもですね、サンダーバードのスタッフだからですね、雨の日の表現もまあ凝ってるわけですよ。 えー、ある雨の日ですね、えー、ヘンリーが走ってるんですけど、手前に川が流れていて、その川の上に水滴が落ちて波紋が広がってるということで雨、雨を表現していますね。こんな構図で、極端な構図でミニチュアセットを作っています。その向こうですね、高速でヘンリーが走っています。雨が嫌いなヘンリーは不機嫌な顔です。 で、ヘンリーですね、トンネルに入っていきますですね。えー、こんな雨の中走ったら俺の綺麗なボディが汚れてしまうと言って、文句を言ってですね、このトンネルの中でですね、ヘンリーが停止してしまうわけですね。止まっちゃうわけですよ。で、あれってみんな困っちゃうわけですね。えー、ヘンリーがですね、トンネルの中で止まってしまったと。これはあの、同じカットで、えー、この後ろからですね、青い機関車のエドワードが、ヘンリーが止まってる後ろ、横ですね、入っていって、で、 反対側ですね。ヘンリーが止まったままで、えー、エドワードがです、ね、先にトンネルを抜けてしまいます。つまり、ヘンリーがあのトンネルの中で止まってるっていう状態はなかなか人形劇ではですね、子供にはわかりにくいので、後から入ってきてエドワードが先にもうトンネルを抜けちゃったよという。 こういう形でですね、連続で動きを見せるわけですね。えー、まあ、あの、ヘンリーがですねト、トンネルの中でもう動かないぞっていうストライキをするというお話をちゃんと絵で見せてるんですよね。トンネルの入り口と出口っていうですね、変わり合いのしない映像をちゃんと まああの見せてるのはですね、まあ、低いおかのトンネルなんですよ、ね、あんまりね見栄えのしないトンネルなんですけどちゃんと効果出てきますでなんでこれカット割ってるのかっていうともうやっぱラストの伏線になってるからですねここでカット割って頭とお尻見せとくっていうのが大事なんですこのお話はですね原作の第1巻に入ってます「三代の機関車」ですね、えー、原作絵本「三代の機関車」これはあの えっとですね、ウィルバート・あのオードリーの最初の単行本です、ね、に載ったこの中はです、ね、4つのエピソード入ってるんですけども基本ですね青い小型の機関車エドワードが主役なんですよ。で緑のです、ね、大型機関車ヘンリーと同じ青だけど一番大きいです、ね、あの意地悪なゴードンですねこの3台だけ他の機関車に比べて名前があるんですね。 あの、なので、えー、実は、あの、機関車トーマスっていうのは、あの、後で出てきた、あの、1年後に発売された2巻からやっと出てきたやつなんですよね。あの、最初はこの3人で主役を張るつもりだったんですけど、特にあの、青いエドワードが、まあ、割と、クズの中では一番性格がマシなので、ヒーロータイプなんです、ね、主役になるはずだったんですよね。で、ヘンリーがですね、まあ、線路の中、トンネルの中でですね、まあ、動かないと、ストライキを始めてしまったということで,ですね。 運転士や機関士ですね。その他にもですね、あの、乗客まで混じってヘンリーの説得工作をします。えー、でもヘンリーは動きません。いやいや、俺はもう動かない、動かないと言ってます。で、ついにですね、素動島の鉄道をですね、すべて管理する責任者トップハムハット卿がですね、専用便でやってきます <laughs>。ですね。赤い列車でやってきたので、多分ジェームスだけでクレジットされてません。ですね。えー、この人がですね、一番偉い人で、まあ、 これあの、なんだ電車の中に乗ってて移動してるシーンなんですけども、それだけで別にいいのにですね、左からのライトがですね、ついたり消えたりするんですね。つまりこの、なんだろうな、あの、ガタンガタンって電車がやってて、木が時々こう横切ってですね、光を遮って、こう、なんだろう、影になったりするんですかそれをわざわざ表現してるんですね。心あたりの、さあ、ついにトップハムハット卿がやってきたぞっていう盛り上げがなかなかですね、うまいです。 もう本当にね、こういう渋い演出させたらね、イギリス人って世界一うまいんですよね、えー。トップハムハット卿はですね、原作では太っちょの条約、ファットディレクターというふうに呼ばれてましたが、アメリカで放送するときにですね、ファットなんてサービス表現ダメに決まってるだろうと言われて、えー、音が似てるですね、トップハムハット卿になりましたで。イギリスでは未だにですね、ファットコントローラーというふうに呼ばれてます。えー、このトップハムハット卿をですね、あの、好きになって観察するようになると、 トーマスっていうのは、機関士トーマスっていうのは10倍面白くなりますのでですね、これから見る人はですね、トップハムハット教が出てきたら、よし、出てきた今回何するんだはいはい、変なこと言わないかというのをずっと注目してみてください。 で、ハット教はですね、ヘンリーにですね、説教します。ですね。えー、は、まあ、大体ハット教がね、この人がですね、機関車に説教するとき、褒めるときはですね、いつもなんかね、台の上に乗ってるんですよ。で、台の上に乗ってなんかちょっとでもね、目線を同じにしようとするんですね。で、この台の上に乗って、お前はダメな機関車だと言ったり、お前は本当に働き者だというふうにめっちゃ褒めたりするんです。で、今回はですね、切、え、り、ー、株の上に乗ってます。 で、毎回これ台の上、台に使われるもの、何に乗ってるのか変わるので、今回はトップハムハットキは何に乗ってるのかっていうのを見るのが一つの楽しみで、僕なんか本当に機関車トーマス前アマゾンで無料で何もでも見れたので、一応見るたびに、あ、今回トップハムハットキは何々に乗ってた。うわ、今回ゴミ箱だったっていうふうにこう、大騒ぎして見てたんですけど、その楽しみ方があります。で、みんなはですね、えー、紐を引っ張って無理やりヘンリーを動かそうとします。えー、ナレーターですね、森本麗が。 みんながヘンリーを引っ張り出そうとして力を合わせました。 しかしトップハムハット卿は働きませんっていうふうに言うんですけども。で、トップハムハット卿が和者運動医者から止められてるからのっていうふうに言うんですけども、あのイギリスの格差社会をですね、子供たちにこれでもかと見せつけるです、ね。素晴らしいイギリス人の演出意図ですよね。所詮俺たちはこんなもんだよと。乗客までも力を合わせて引っ張ってんのですよ。トップハムハット卿は記者にたるのと同じように切り株の上に乗ってるだけなんですよね。で、一応言い訳が言ってくれるんです。医者に止められてると。ですね。でもこの人奥さんの 一緒に、しょっちゅうそこら辺に旅行してますから。<laughs> まあ、嘘ですよね、えー。押してもダメなら引いてみなということですね。次は、あの、まあ、引いてもダメなら押してみなですね。みんなで押します。みんなで押しますけど、相変わらずトップハムハット日は、えー、働きません。それどころかですね、見てください。この。 駅員というかですね、係員ですね、機関士かなんかわかんない、操縦士あの、運転士かどうかわかんない人にですね、自分の傘まで持たせてますね。みんなに、はい、頑張れ、っていうだけの役で、おまけに働き盛りの男を一人ですね、傘を持たすためだけにですね、自分の横に立たせてるんですよね。もう、えー、それでもヘンリーは動きませんでした。で、発動橋はですね、切れてしまいます。もういい。動かないなら、線路を取り去ってしまえと、トンネルの中に埋めてしまえ、っていうふうにですね、 驚きの指示を出すんですね。上から行きましょう。ヘンリー封じ込め工事本当にやっちゃったんですね。えまず線路を撤去しますですね。ハットキョウはですねこの時にドラム缶の上に乗ってますですね。でレンガでトンネルを塞ぎ始めますですね。ハットキョウが乗ってる台はですねあのまあ電車がですね終点とかに着いた時にあのなんだろうな停車台ってやつの上にハットキョウは乗ってますね。 で、どん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 レンガを積み上げていきますですね。ハット教はですね、さっきの、えー、終点台の上にさらに枕木を乗せて、高い位置からですね、ヘンリーに説教をずっとしてます。ずーっとこのカットですね、ハット教はですねあの、ヘンリーに説教してるんですけど。 で、4番、ついにヘンリーの顔隠れそうになりますね。えー、トブハムハット卿ですね、工事用のワイヤーリールを2段重ねて、その上に木箱を乗せて、さらにその上に立って、えー、ヘンリーに説教します。本当に見どころはですね、ヘンリーにどうやって説教するかなんですね。で、最後ですね、ついに封じくむ工事が終わりましたですね、えー。固定した停車台の上に木箱を乗せて、最後の説教です。 でそんなに働きたくないならここでずっとじっとしてろっていうふうにヘンリーは怒られますえとうとうはですヘンリーは閉じ込められてしまいましたで最初はですね、えー、もうこれであの働かなくていいんだあい雨で汚れるのは嫌だしもうこれでいいやって言って強がってたんですけどだんだんとですねヘンリーは寂しくなってしまいますですねでもうラスト近くです、えー、ヘンリーがもうずっと閉じ込められた横をですね あの主人公のです、ね、エドワードいいやつがです、ね、走り去りますねで主人公のエドワードは爽やかに挨拶しながらです、ね、あのポーってです、ね、汽笛を鳴らすんですねおい、ヘンリー元気かお前もそろそろ外へ出て走ろうよとうう鳴らすんですけども、えー、ヘンリーは見てるだけです返事をしようにもです、ね、ボイラーは冷え切ってるから声も出せませんというふうにです、ね、森本レオのナレーターは言います意地悪なゴードはですは、ね、い,いつまでは寝てるんだとううからかいながら通り過ぎますですね、えー緑色の綺麗な 値はいつの間にか埃や泥でよれ、汚れてヘンリーはすっかり落ち込んでしまいました。あのこの超ロングのですね。あの引きの構図からここに向かってカメラがゆっくり寄っていくんですよ。ゆっくり寄ってって出た。ちゃーん、ちゃーん、ちゃーん、ちゃーんっていうこうイントロがかかって。 ヘンリーがまた走れる日は来るのでしょうかというふうにですね森本レオンのナレーションですね外はヘンリーがもう楽しくなるぐらいの天気なんですけどヘンリーはもう動きませんですねで,でここでちゃん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 ってなったからですねまさかって思ったんですけどもそのまさかでしたね、えー、このままですね終わってしまうんですよね <laughs>、えー、ちゃっちゃっちゃっちゃちゃっちゃっちゃちゃこのお話に登場するのはトーマスヘンリーエドワード ゴードンででしたっってていうふうに言われて終われ終ちゃうんですよ。そう、これね、あの、子供にとってはこれ、この話数見たらまたら、あの、今度あるからいいやではなくて、もう、子供が見るもんだから、この話しないでお話して、なんとかしてくれなきゃいけないのに、この話数では、 本当にヘンリー閉じ込められたままなんですよ。それも、いわゆる、なんだろうな、ちょっと仕事でごねたからといって生き埋めにされてしまうというですね。なんかあの、考えによってはかなり怖い話なんですよね。こんなのどかに終わっていいのかっていう。<laughs> いや、なんか、ちょっと待ってくれと。たん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 、このお話に登場するのは、ヘンリーというふうに言われても、いや、そのヘンリー閉じ込められてるよっていうふうになるんですね。まあ、一応ですね、次回第4話のヘンリー大活躍という回が、 これが、まあ、一応次の回なんですよ、あのヘンリー大活躍ではゴードンがですね、故障するんですねで、エドワードとトンネルから出してもらったヘンリーが力を合わせるというですね。 回ですね。えー、っと、この回です。えー、ゴードンはよりによってですね、ヘンリーの閉じ込められているトンネルで蒸気弁が故障してですね、動かなくなってしまう。で、早速、ハット教はですね、ドラム缶に乗ってですね、もう説教しています。お前たちみたいな大型機関車は役に立たんと言ってですね、早速ドラム缶に乗って説教してですね、で、ヘンリーどうだやってくれるかって言ったらめちゃくちゃ嬉しそうな顔してるんですね。もうゴードンがね、壊れて説教されてるのが心の底から嬉しい、このクズの このの時シーンですよね,この時あのね。トップハムハット教員どうじゃヘンリーやってくれるかって言って入っていた時の顔はこれじゃなかったですよ。これはねゴードンが失敗して説教されて嬉しいという時の顔なんですけどね本当にねクズの顔ですね、えー。というわけでですね規模のゼミはここまでです。質問とかですね意見とかですねこれ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの この岡田敏夫ゼミというのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。